800野鳥和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢。大江戸800野鳥和装備情報局。明けましておめでとうございます。本年も和装備情報局をどうぞよろしくお願いいたします。毎月第2土曜日は大江戸和神いろは組の日。本日も17時から50分、どうぞお付き合いください。北千住よりごめんなさい、いろは組みかんとトミーでお送りいたします。よろしくお願いします。私たちは和と和を重んじる心、着物や和紙を通じて未来に、テレビを通じて世界中に広めるよう楽しい情報番組をお届けしてまいりたいと思います。はい、それでは初めにスポンサー様のご紹介をさせていただきます。すいません、ではスポンサー様のご紹介をさせていただきます。提供は株式会社 PR 現代和の生活マガジン花咲様、山ちゃんの着物相談会様、和装備様、協賛は株式会社結婚しましょ様、株式会社メリーポピンズ様、美人区都企画様、和装備イベント自分ゆい大江戸和紙学会和紙研究会様、シャイニング輝く女性作りの会様、浅草のスカイツリーが見えるカフェで英会話、日本伝統文化を英語で伝えましょう様です。はい、スポンサー様の紹介ありがとうございました。いろは組が担当する和装備情報局も今回で4回目となりました。前回は着付けをテーマにお送りいたしましたが、いかがだったでしょうか。あのゲストの方にですね、上野にあるあの男の着物の藤木屋さんから、五十嵐さんをお招きして、着物をきれいに着るポイント、それから、時短について教えていただきましたね。はい、着物をきれいに着るにはバランスが大事、シワを着るという心強い言葉もいただきましたね。うん、そうですね。はい、まだ見ていないという方は YouTube でも見れますので、ぜひご覧になってください。はい、検索は、はい、これで修正があるんですよね。そうなんですよ、前回その補正のところで、はい、ちょっとタオルを使った補正の説明をさせていただいたんですが、ちょっと間違ってましたんでもう一度ご説明をさせていただきたいと思います。このようにタオルを広げていただきまして、まず半分に折ります。半分に、はい、半分になりましたね。でこれを胴に巻いていくんですけれども、下に来るのはこの輪になった部分です。でこちらが前になるんですが、後ろの部分をどうするかというと、こうぐるっと巻いてきて、後ろは、はい、ありがとう、三角形に折ってください。はい、このような感じですね。このように三角形に折って、こうすることで後ろがもたつかずに、まあ、かつこうクッションがあるような感じで背中の部分を補正することができるとというような感じで、はい、タオルで補正をすることができます。はい、はい、もう一つなんですけれども、林芳恵さんが実際に和紙を言う実演動画ですが、検索ワードが紹介できていませんでした。はい、はい、検索ワードはこちらです。20分で日本紙、2015年12月12日放映です。よろしかったら見てみてください。はい、よろしくお願いします。私たち MC としてはまだまだ至らない点がたくさんあるんですけれども、はい、これからも、まあ、今年もですね、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、さて和文化入門講座4回目の今日ですが、今日は身だしなみについてです。洋服の時とはちょっと違う着物の身のこなし、普段との所作など一緒に勉強していきましょう。本日も素敵なゲストをお迎えしております。はい、
CM の後で始まります。ぜひ楽しみにしていてください。それでは株式会社 PR 現代様の、和の生活なマガジン花咲く様の CM です。はい、1 10 100 1000 CM タイム。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。春夏秋冬、四季折々の和の魅力をたっぷり満載。着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。改めまして、いろは組和文化入門講座、本日のテーマは、身だしなみですね。はい、みんみんさんをお迎えしております。はい、あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、着物を着る時の仕草や身のこなし、ちょっとわからないこと多いんですよね。多分洋服の時とは違ってくると思うんですけれども、ちょっと難しいと思うんです。着物はあの袂とか帯ですとか洋服にはない要素もありますし、うん、あの筒状に足元までありますので、やはり体の動きが制限される部分もあります。ですから、マナーもそうなんですけれども、あの所作とかお作法っていうのは特にその堅苦しいことというよりは合理化からできたものですので、うん、あの今日一つでも二つでも覚えて実際に実践していただければと思います。はい、ね、楽しく勉強していきたいですね。じゃあまず基本として立ち姿からやってみましょうか。はいはい、あの立ち姿は基本的に洋服の時と同じで、まずまっすぐ立つっていうことが大事ですね。はい、背筋を伸ばすこと、はい、あとはあの着物の場合は、まあ、帯が割とお腹を支えてくれるのでまっすぐに立てると思います。はい、でまずはおへその下あたり、大体はおはしょりの位置ですけども、はい、ここのちょっと奥に入ったところに丹田というツボがありますので、ここにちょっと力を入れる感じ、はい、あとは、お尻をちょっと引き締める感じなんですけれども、あの、はい、うん、ちょっとわからない方は、はい、トイレを我慢してる感じって覚えると、だいたいお腹に力が入ります。わかりやすいですね。はいはい、あとは肩甲骨を真ん中に寄せるようにちょっとしていきます。肩甲骨を真ん中、はい、わからない方はちょっと肩をすぼめて、はい、それから肩を少し後ろ気味に下ろしていく、はい、そういう感じですね。はい、その形であの胸が開いたいい姿勢になれるという状態になります。はい、はい、下ろしてみました。はい、大丈夫です。はい、であとはあの頭はあの、はい、てっぺんから吊るされてる感じですね。はい、それからあの軽く顎を引いて首の後ろを伸ばす感じ。はい、で足元についてはちょっと映ってないかもしれないんですけれども、はい、あの内股にちょっとしまして、はい、でややつま先に重心をかけてっていう形になります。膝の内側は伸ばして、はい、まあ、膝もしくはももがちょっと軽く当たるかなっていうぐらいにしてまっすぐ立ってください。はい、はい、頭はつられてる感じで、はい、うん、顎を引いて、はい、ちょっとね重心は前の方がいいですね。洋服ですと、はい、あの後ろの方に重心が来るのが、うん、あのモデル立ちなんかの基本ですけども、はい、和装の場合はつま先の重心の方がバランスがよく見えます。つま先重心、あのよく聞くんですけれども、はい、どうして前を重心にするっていうのがそう言われるんですかね。あの日本人は農耕民族なので、はい、その田植えというその前傾の動作が多いからっていう話もちょっとあったりはするんですけども、はい、まあ、正確にはどこから来てるかっていうのはちょっとすいません、私もわからないんです。うん、ただ洋服と和服ではあの例えば洋装ではひねるとか洋和装ではひねらないとかっていうその文化的な成り立ちの違いがありますので、はい、とりあえずあの和装の場合はつま先重心が美しいというふうに覚えていただいたらいいと思います。はい、わかりました。はい、
で、すらりと立つっていうのは、まあ、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花っていうふうによく言いますけれども、やはりすらりと立つっていうのが、はい、美しい所作の基本だと思いますので、はい、姿勢は気をつけていただいた方がよろしいかと思います。はい、わ、はい、かりました。はい、手はどうしたら美しく見えますかね。基本的にはお写真を撮るときには角度によって違いますけども、はい、一般的には左手が上で、はい、右手を隠すという形がまあ基本だと言われています。左手が上なんですね。それはなんでなんですか。昔侍は刀をこう刺してましたので、はい、右手で刀を抜きます、はい、ですからその右手を押さえるという形は相手に対して敵意がありませんよということを表現しているということで、基本形は、はい、左手が上になります。あ、そうなんですね。はい。であとは刀を刺してた時のその対等の名残っていうのは、はい、お扇子もそうですよね。ですから扇子もこちらに刺して、大体この延長線上が襟の延長線上と合うような方向に斜めに刺すっていうのが良いというふうにされています。はい、内側側に向けるのが正解ということですね。まっすぐではなくてちょっと斜めにするというのが、はい、はい、というふうに言われています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではここでですね、先ほどご説明いただいた立ち方のポイントについて、説明をします。まず、先ほど話に出ましたけれども、丹田というポイントがあります。はい、この絵であるんですけれども、おへそがここですね。丹田はここにあります。ここに向かってお腹とお尻を引っ込めます。で、丹田とはおへそからだいたい指4本分くらい下、背骨の方にも同じくらい入ったところにあるとされているこのツボのことです。あとはですね、肩甲骨を、寄せて肩は下ろすようにします。で、顎は引いて首は伸ばしてください。で、足元は揃えて内股気味にします。その際、内側重心で膝を伸ばします。手は左手を上に組むようにしてください。はい、以上が立ち方のポイントになります。はい、まあ、今はいろんなところを気にしないといけないっていう感じでちょっと落ち着かないと思うんですけども、はい、だんだん慣れてきますと必要な力が入っていらないところの力が抜けてきますので、はい、楽な立ち方ということにはなってきますので、はい、その基本を覚えていただけるとよろしいと思います。わかりました。はい、じゃあきちんと立てましたので次は歩き方ということで、はいはい、皆さん寝相りの場合はちょっと歩きにくいというふうに思われると思うんですけど、はい、ちょっとね今足元が映ってないので草履の場合ってこうツボがありますので、それを親指と人差し指でちょっと挟む感じにした方がかかとが浮かずに歩けます。あ、挟む、はい、つまむ感じですね。で、はい、で、その足膝があまり大きく離れないような感じで、はい、足をぶつからないような形でこう動かしていくと良いと思います。はい、はいはい、ちょっとやってみましょうか。はい、はい、そうですね、はい、そういう感じです。はい、足元見えてるんでしょうか。ちょっと見えてないかもしれないですね。着物だとね洋服ほど足が開かないので、はい、やや歩幅は狭めにということと、膝が大きく開くと着崩れますので、はい、あまり膝が大きく開かない方がいいと思います。はい、はい、あとは草履以外も、まあ室内で草履を脱いだ時の足袋の歩き方っていうのもあるのでね、はい、それはまた後でお話をしたいと思います。はい、でも今ちょっとやってみたんですけど、なんか随分歩幅が狭いですよね。ま、着物のね構造上やっぱりどうしても大きな歩幅はできないんで、はい、ある程度は狭めになると思います。はい、あと大きな歩幅になるとそのこちらが開いてきてしまうんですよね。はい、なので、はい、その場合は右手で押さえていただいて、右手で押さえ、はい、大きく開かないようにされると良いと思います。ですからその時はこちらの右手がここのつまを押さえますので、左手が荷物を持つという形になると思いますね。つまを押さえる、今ミンミンさんからつまという言葉がありましたけれども、つまとはですね、前回の、着付けの講座の際に、襟下と紹介したところです。襟下、はい、ここですね。ちょっと見えないかもわからないんですけれども、
まあ、その妻を抑えると、はい、こんな感じですね。はい、もしくはあの階段を上り下りするときはこう下の布と一緒にちょっとつまみ上げた方が、はい、あの足が動かしやすくなったりしますね。こういうかちょっと斜めな感じ、はい、そうですね。階段上がったりするときはまんまっすぐよりはちょっと斜め向きの方が上がりやすいですね。うん、そうですね。体を斜め向けるということ、そうですね、その方がいいと思います。はい、さっき踏んでしまったので階段注意ですね。階段注意です。はい、はい、じゃあ草履を脱ぐ、脱がない、あその前にちょっと、はい、あのポイントを、あポイントをまたまとめてもいいですか。はい、お願いします。それでは歩く時の、所作について、ポイントをまとめました。まず草履の鼻緒はしっかり、つかみます。膝がその、開かないように歩きましょう。歩く時の歩幅は小さめにします。身ごろがはだけてしまうときは右手でつまを押さえて歩きます。右手はつまを押さえられるようになるべく開けておくといいでしょう。階段をの上り下りをするときはつまを少し持ち上げて体を少し斜めにすると動きやすくなります、ということでしたね。はい、ありがとうございます。次が草履を脱ぐ時の、そう今度今歩いたので、次は草履を脱いでちょっとお宅に上がる時の操作をちょっと教えていただきたいなって思うんですけれども、はい、はい、そうですね、よく脱いだりとかする動作ってありますからね。ちょっとお宅に伺った時とかどうしようかなって思うんですけれども、まあ、要は座る時の動作についてこれからちょっとミミさんに教えてもらいましょう。はい、はい、草履の場合はあのお宅に対してまっすぐ入るっていう人とこう背中から入るっていう人と両方あると思います。はい、まあ、それはあの状況と地方によってどっちが正しいとか間違いっていうのはないの で、 そ、 で、ね、あのその場に応じて適切にされたらいいと思います。はい、でまあ、あの気をつけるのは、脱いで上がるときに、はい、あのまあ、上がったら、草履を直しますよね、方向を。はい、その時に立ったままやらないことですね。必ず、はい、あのしゃがんでいただいてやると、あの前屈してしまうと、はい、あのおはしょりがのところが引っ張られてなくなってしまったりとかっていうデメリットがありますので、必ずこうしゃがんでやっていただくといいですね。はい、はい、で必ず座って、そうですね、腰を落としてしていただくと、右手でつまを押さえると左手でうまく取れないんですけれども、ずっと押さえてなくてもいいです ね、 ですね、下がる瞬間にちょっと持ってれば、はい、このつまがすごくこちらに行かない程度に押さえが、はいはい、できてれば大丈夫だと思います。はい、ありがとうございます。はい、なので物を拾う時とかもね、はい、あの使えると思いますので、はいはい、覚えてください。草履を逆に履くときというのは、はい、どのように、あ履くときはやっぱりね、どうしても足元見えにくいのでちょっとつまを上げながら、はい、あの履いたらいいと思います。こうちょっとやりにくいときとかは軽くしゃがんでしまってもよろしいでしょうかね。はい、あのこんな座って履くっていう形でもよろしいですね。もちろん大丈夫ですね。はいはい、とにかく転ばないことが大事だと思いますので、はいはい、あの安全第一で動きましょう。わかりました。じゃあ室内での歩き方について教えてもらってもよろしいですか。あ、はい、まあ、室内ですとね、皆さんよく言われてますけど、あの畳のへりを踏まないっていうのがあって、まあ、やっぱり畳のへりって、はい、あの昔は麻ですとか絹ですとかその高価な、うん、あの貴重なもので作られてたので、そこを傷めないっていう意味と、あとは、はい、あの畳のへりに、まあ、家紋などがあの装飾されていたりすることもあるので、そういうものを踏むっていうのはそちらのお家を侮辱するっていうことなので、非常にマナーとしてよろしくないということで、あの畳のへりを踏むことは避けるというのがマナーになってますね。そうだったんですね。はい、お茶を習ってた時にもそう言われたので不思議に思っていました。あ
とは、足を歩き方であまりこう大きな音がしないようにということで、はい、あまりこう持ち上げすぎないように、はい、足の裏をちょっと擦るような感じで歩くといいと思います。擦り足なんですね。擦り足にも何か理由があったりするんでしょうか。ま、基本的にはその足音が大きくならないっていうことが言えると思います、はい、お茶などもそうですけれども、畳の部屋では静かな状態が好まれますので、うん、大きな音がする動作っていうのはマナー違反になりますので、そういうことがないようにされるとよろしいと思います、うん、そうですよね。だって和室でなんかこう音立ててドカドカ歩くのってちょっとはしたないような気がしますね、うん、そうですね、はい、膝をつくときにこうどういう座り方、ごめんなさい、座るときにこう膝をついたり座り方をしてるんですけど、どうやったらいいかわからないですよね。ちょっと教えていただいてもいいですか。あ、そうですね、はい、知りたいです。右足をちょっと引いて、で軽くこう開かない程度に押さえつつ、でここで両膝を揃えて、はい、こうなってきましたら、ここのかかとを伸ばして座ればいいかなっていう感じなんですけど、片足、右足をちょっと後ろに引いた方が、はい、しゃがむ時に足、状態が安定しますね。くっつけてるとやっぱり慣れてる人じゃないとちょっとしゃがみにくいので、片足を引いて前後差のある状態で座られるといいと思います、はい、あ、じゃあ右足からじゃないといけないっていうわけではないんですけども、やりやすいっていうことなんですね。そうですね、こちらの方を押さえますので、はい、右側から動いた方が多分やりやすいと思います、はい、右足を引いてで座るですね、はい、で足を直すんでしたっけ最後に、うん、私もやってみていいですか。はい、ぜひぜひやってみましょうちょっとずっと見てるだけなんで右足を、はい、ちょっと後ろに引いて、はい、で、はい、そうですね、そのままストンと、で右膝ついて左膝もついて、そうそうそう、揃えて、はいはいはい、で大丈夫です。ここは直さないんですね。そうですね、最初座るときにちょっと押さえておけば大体布が、くっついてきてくれるので、あまりこうやってやって座らなくても大丈夫ですね、はい、中井さんスタイルじゃないですかこれっていう言い方もありますね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ次に立つときですね、はい、立つ時なんですけどどうしたらよろしいでしょうか、はい、じゃあ立つときは、はい、まずつま先を立てますよね、はい、つま先を立てます。立てて、でやっぱりさっきと同じように前後差があった方がいいので、はい、ちょっと引いて、でそのまま立ち上がります。引いて立ち上がる、はい、ちょっと踏みそうなんでちょっと気をつけてください。はい、はい、大体さっきと順番が逆になるだけですので、はい、両足同時よりは多分前後差があった方が足が安定すると思いますので、コツとしてはそこを覚えておいてください。はい、はい、ではトミー、座り方のポイントをぜひお願いいたします。はい、はい、それでは座る時の所作のポイントについてご説明をします。まず右足を半歩引いてつまを押さえてください。腰を下ろして膝が床についたら、もう片方の膝の位置を合わせます。前身頃が引っ張られてしまう場合には、事前につまを余分に引いておくといいでしょう。立つときはまずつま先を立てます。手は足に添えるか膝の横に置いていきます。立ち上がるときは膝を少し浮かせて半歩引いて立ち上がると綺麗に立ち上がれます。以上が座るときの所作ですね。はい、椅子をちょっと用意しましたね。椅子が出てきたということはどういうことか皆さんもうお分かりだと思うんですけれども、はい、座る時の動作について教えていただけたらと思います、はい、やはり座る時つまがこう大きく開かないように、はい、右手で押さえながら座るというのが大事です、はい、まあ、基本的には深く座りすぎなければ大丈夫だと思うんです。帯がありますので、はい、はい、つまを押さえて、そうですね、押さえつつ、つつ、まあ、真ん中ぐらいで帯に少し余裕が帯を背もたれで潰さない程度に座るのがいいと思います、
でこう座った後にあの足をどうするかなんですけれども、膝はまあくっつく方はくっつけといてもいいですし、少し離してもいいです、はい、ただ大きく離すと前がはだけますので、あまり離れすぎない方がいいと思います、はい、足はあのくっつけておいてもいいですし、前後差をちょっとつけてもいいですけど、草履がどこか一箇所くっついてないと相当こう足開いて座ってる感じなので、一箇所くっつけておくのがポイントですね。はい、はい、じゃあ立ち上がるときはどうすればいいでしょうか。立ち上がるときは、やっぱりあの椅子、あ、さっきの座りと同じで両方よりは片方やっぱり足を引いて、で立ち上がった方が立ちやすいと思います。はい、うん、ここ、はい、これは右足左足どっちでもいいですか。これはどちらでもいいですね。はい、座るときもまあ、あの座るときはまあ大丈夫ですね。だいたいここに椅子がありますからね、前後差つけなくてもね、はいはい、じゃ あ, あのその椅子に座るっていう動作とすごく似てるんですけど、その車に乗るときってどういう動作をすればいいでしょうか。車に乗るときはちょっと、はい、あのコツが、はい、ありまして、まあ、これを 車がこちら側に向いてることに対して90度横から入ってきます。でまず腰をかけてしまって、そこから足を中に入れて、あとは中で移動していくという形ですね、うん、頭から入ってしまうとあの中で動けなくなりますので、まず90度の方向から入っていくというのがコツです。はい、お尻からってことですね。そうですね、お尻から入っていっちゃう感じ、座るところから入っていっちゃいますね。なんかその方がちょっと綺麗にこう座れそうな気がしますね。はい、じゃあ車から降りるときはその逆になるんで、足から降りるってことでいいんでしょうか。そうですね、あの方向をこう90度、車に対して90度出して足からということで、今の逆回しで降りる感じになりますね。はい、はい、なるほど。でこの時もね、あのつまが開かないように降りるときは気をつけておいてください。はい、はい、うん、裾さばきですね。そうですね、はい、裾さばきと、まあ、あと袂の扱い、特に振袖の方などはね、はい、あの、うん、車に乗られる時もまず袂をこう、はい、まとめて片手に腕に乗せてからあの乗らないと、あのひどいとタクシーのドアに振り袖を挟んで走ってたっていう、はい、話が聞いたことあるんですか。長いですからね、はいはいはい、結構その袖の扱いっていうのは重要ですよね。そうですね、特にあの重要ですね、うん、やはり。はい、この裾さばきなんですけれども、はい、どのくらいこう上げればいい感じなんですかね。まあ、ちょっと動きやすい程度に上げればいいと思いますので、はいはい、こんな感じでちょっと上げるような感じですね。そうですね、あの1枚だけよりは中にある布も一緒に、こちらの布も一緒に少し上げた方が、はい、あの動きやすいと思います。はい、はい、うん、それともう一通り聞いたわけですけれども、立ち姿と、はい、歩き方と座り方と、はい、いろいろなんかね、立ち座るで椅子に座るが教えていただいたので、そうしますと今度はお出かけしたくなりますよね。そうですね、はい、なんかこれを踏まえてお出かけすると、す、ね、はい、お出かけすると今度は写真撮影みんなで撮りたくないですか。いや、それもちろん、はい、もちろん着物だから撮りたいです、はい、なので着物を着た時の撮られ方の、写真撮影の撮られ方のコツを動画にしましたので、ちょっとご覧ください。はい、それでは動画お願いします。まずまっすぐ立っていただきますね。で、だいたい撮るカメラから45度こちらの方を向いてください。お写真こちらの方が綺麗ですからね。で、足はちょっと出す方と引く方がいるのでお好みで、で着物の場合はつま先重心なので少し前に体が来る感じ。そうです。で、手はカメラから遠い方を上にして組みます。帯の少し下です。はい、そうです。ちょっとつま先重心でお顔は鼻からぐーっとカメラの方にひねっていきます。そうです。脇は軽く締めてください。はい、そのままカメラ目線でお願いします。はい、お願いいたします。はい、行きます。はい、チーズ。姿の、ね、立ち姿もとても素敵でしたよね。素敵でしたね。はい、
さすがモデルさんだけあるなという形がします。ミミさんのご指導ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも今回のこの、まあ、何ですか、動作っていう部分をやっぱり分からないところとかもあると思うので、はい、そのあたりちょっと知っておくと違いますよね。そうですね、うん、ちょっと知っておくだけで、まあ、すぐにはできなくても、ね、あの積み重ねて徐々にやっていけるようになっていければいいかなとは思いますね。はい、そしたら時間もちょっとあの結構迫ってきましたけれども、はい、着物を着てる時に何か注意したいすることとか何かありますかね。基本的にはあの肌があまり出ないようになるので、はい、例えばその電車でつり革につかまるときはちょっとこう押さえるとか、はい、あのちょっと遠くのものを取るときにもやっぱり袖口を押さえるとかっていう、はい、ちょっと手がニョキッと出ないようにっていうのは気をつけられるといいと思いますね。そうですね、つまりまあ肌の露出を最小限にすれば、そうですね、まあ、綺麗に見えるということですよね。はい、ただつまり皆さんこうですよ、こうなってもダメってことですよ。NG です。なんでこう釣り革使うの時もこう袂を押さえましょう、はい、で押さえる時に握るとちょっと男の人っぽいんです平たい手でこう挟む、そうです、そうですね、そこ大事です。女性らしさが、はい、女性らしさ出るように、はい、わかりました。他は何か気になることはありますか？今のうちミミさんに聞いておきたいこととか、うん、なんかでも今冬で今の肌の露出も出ましたけれども、やっぱお正月とかで着物着る機会多いじゃないですか。でやっぱそういう時にどうやって着物を着るかっていうのを今日教えていただいたんですけれども、ちょっとこれで実践できそうですよね。そうですね、まあ、基本的な動作なので今日あのお話しした部分に関しては、まあ、それを知っているだけで多分あの、はい、外で歩く時の何ですか、ね、自信というのも多分つくと思いますし、そうですね、お出かけもきっと楽しくなると思います、はいはい、じゃあ、まあ、結構時間迫ってきましたので、はい、ミミさんに今日はいろいろと、教えていただきましたけれども、この辺りで、はい、2部は終了したいと思います。はい、はい、ミミさん、あの今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ CM にそうですなりますけれども、着物について何か相談したいことがあれば、山ちゃんに聞いてください。それでは山ちゃんの着物相談会様の CM です。はい、1 10 100 1000 CM タイム。本日は身だしなみについてでしたが、いかがだったでしょうか。あのきっといろいろ勉強になったかと思います。今日はですね、あのまた観覧者の皆さんがちょっといらっしゃってますので、あのこちらで着物の紹介をさせていただきたいと思います。はいはい、今日華やかです ね、 そうですね、はい、もう華やかな人もいっぱい来てますよ、はいはい、楽しみですね。呼んでみましょうか。はい、はい、ではさくらさんお願いします。お願いします。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日のお着物なんですけども、今日のお着物はお正月っぽくちょっと踊りの扇子を絵にモチーフしたお着物を着てきました。そしてですね、
帯は、お江戸和紙学会の、渋谷先生に結んでいただきました。華やかにしていただきました。今日は、お江戸和紙学会の新年会でした。今日も一日華やかな一日でした。今年もどうぞよろしくお願いいたします。次の方、皆様新年明けましておめでとうございます。平野さゆりです。本日は訪問着を着させていただきました。この青い花の柄が気に入ってこの着物を買いました。で、帯なんですが、こちらは母からいただきました、袋帯です。いかがでしょうか。ではどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。では次の方、本日の着物はですね、ポイントはアンティークの羽織です。これは頂き物です。中の着物は正解派の呪文が入った無地の着物に帯は楽に半幅を締めています。こんな感じです。はい、じゃあ次の方どうぞ。三つ胸です。今日はお正月らしく目いっぱい訪問着にしてみました。帯はお正月の松です。あ、次の方どうぞ。こんにちは、川崎です。今日は着物東京さんで作ってもらいました留め袖のガウンできました。じゃあ皆様明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日の私の着物は羽織ですね。ちょっと梅もということで梅柄にちょっとこうレトロの感じで13マイリの着物を着てきました。すごいですよね、この年齢で着れてしまいます。こんな感じで今日はお正月らしく参りました。私、着物&それから霊法講師をしております林芳恵と申します。よろしくお願いいたします。では、皆さん、はい、どうぞ。皆様こんにちは。新年明けましておめでとうございます。江戸しぐさ伝承普及委員をしております一ノ日都でございます。今日のお着物はなんと娘の振り袖を袖切りまして、これは留め袖風になっております。地味なのでひよくを赤にして仕立てました。はい、で柄見えますか。結構引いたら見えます。はい、ね、素敵でしょ。帯は102種です。いかがでしょうか。娘は可愛くその、飾り結びをしますけど、まあ、こうやって留め袖風に着るときには太鼓を言ってみました。どうぞよろしくお願いいたします。で、次出てこないのかな。終わり。次なし。はい、すいません、ちょっと直してて遅くなっちゃいました。MC やってますトミーです。よろしくお願いします。今日はですね、実は私これお乳を出してきたんですよ。私これ買ったの1年ぐらい前なんですけど、あんまりにも気に入りすぎちゃってしつけ糸もついてたんですけど、もうなんか着ていくのがもったいないなと思ってるうちに1年ぐらい経ってしまいました。で、お花はなんかこう気境にも見えるんですけれども、結構抽象的な柄のなんか緑色のお花がこう散りばめられた小紋ですね。で、帯は、この着物に合わせてちょっと緑の半幅を今日着てきました。なんというか、なんか春の先取りみたいな感じですかね、私の色合わせが。なんかどうでしょう。かわいい。ありがとうございます。じゃあみかちゃん。はーい、 MC のみかんです。今日はおめでたいのでちょっと赤系で梅の花の入った訪問着を着てきました。まあ、今日やった身だしなみみたいにちょっと綺麗に着たいなって思ってます。そうですね、はい、着付けもね結構経験というか、そうですね、回数ですね。そうです、回数です。はい、これからも頑張ります。頑張っていきます。はい、はいはい、観覧者の皆さん今までご紹介ありがとうございました、はい、ありがとうございました。華やかでしたね。はい、楽しかったです。たくさん今日来ていただいてね、やっぱ嬉しいですね。それでは、はい、おなじみの3部の方に行きましょうか。行きましょうの我が身で遊ぼうです。はい、今日は何をするかというと、はい、
今日は身だしなみが2部のテーマだったんですけれども、ちゃんと片付け、畳むまでが身だしなみということで、はい、本日は着物の畳み方講座をやります。イエーイ、イエーイ。まあ、もう知ってるよっていう人もいると思うんですけど、やってみましょう。やってみましょう。はい、ではちょっと、じゃあ私説明をするので、はい、美香ちゃんにちょっと実践をしてもらいましょう。もうちょっと後ろにしようか。見えてるかな。今日やる畳み方はですね、本畳という畳み方です。はい、基本的には折り目に沿って、畳んでいくだけですので難しくはないんですけども、はい、やってみましょう。まずはあの置き方ですね、はい、襟のある方が自分の左側になるように置いてください。はい、左側。今皆さんから見ると右手側にありますが、あの美香ちゃんの立場にいると思ってちょっとあの見てみてくださいね。はい、はい、では次に下の身ごろを脇のこの線、この線、どの線この線ですね、この線、はい、この線に沿って畳んでいきます。そしたら奥身線で折り返します。折り返します。もうその線がある通りに折っていくような感じなので、はい、で襟は内側に、違いますね、この折り返したところに、はい、上身ごろをまず重ねますね。はい、重ねていきます。まあ、同じところをこう合わせていくような感じのイメージですね。はい、はい、上身ごろを重ねましたら、奥身線で折るようにして脇を合わせます。合わせました。はい、はい、で次に襟を内側に折り込みますね。はい、襟ですね。襟今こうゴショゴショってなってるんですけど、きれいにこう真ん中でまず折ってから合わせます。ね、襟と襟を合わせる形ですね。はい、で襟が片付いたら、はいはい、残るは袖ですね。袖ですね。はい、袖も折り返して、折り返します。もう片方は向こう側の方に折り込みます。はい、きれいに折り込みます。はい、でこれで結構整ってきたので、まあ、あとはあの2つ折りだったり、ね、3つ折りだったり、はい、他同士の形に合わせて折ることが多いですね。そうですね、まあ、2つ折り3つ折りなどにして仕上げていきますね。はい、はい、できました。このようにするのが本畳ですね。はい、美香ちゃんありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか着物を結構畳むのって手間ですけど、はい、こうそうですね、でも楽しく早く出てきてしまえばそうですね、簡単にできるものですので、はい、はい、ということで着物を楽しく畳むためにちょっと遊び心を持って競争なんかしてみたら楽しいんじゃないかなって思ってます。え、それいつかやるみたいな振りですか、それって。はい、今日じゃないですよね。いや、実はですね、平野さゆりさんと着物をたた早畳選手権をやってきました。その動画がありますのでぜひご覧ください。それは時間的に大丈夫なんですかね。はい、大丈夫ですか。はい、それでは動画大丈夫でしょうか。はい、では動画お願いします。お願いします。着物の早畳選手権、はい、よろしくお願いします。じゃあ、よーい、スタート。頑張れ頑張れ頑張れ、いいぞ、はい、どうぞ。左の方もうなんか上前が来てるので、あ、と思ったらやり直した。ミカちゃんは正確に最初からやってるのでやり直しがないですね。でも左の方早いですね。もう身頃が整ってます。ちゃんとシワがないように頑張ってくださいね。襟のところちょっと難しいのできちんと合わせていきましょうね。左の方全般的に動きが早いですね。ミカちゃん頑張れ。あ、でもだいぶ美香ちゃん追いついてきた。もうだいぶフィニッシュに近づいてきました。はい、フィニッシュ近づいてきましたね。はい、左の方終了です。美香ちゃんもう一息頑張れ。はい、美香ちゃんも終了です。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。美香ちゃん負けてるじゃないですか。
さすがさゆりさんでした。ご協力、面白い動画でしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、あの時間も迫ってまいりましたの で、最後に告知の、はい、コーナーを、はい、告知コーナーをお願いいたします。はい、ではまずよろしいでしょうか。はい、引き続きこちらの方なんですけれども、先ほどご紹介、あ、失礼します、よろしくお願いします。着物の自分サイズに作る着物と帯と、こちらが林芳恵さんと美和子さんが、作られている本です。着物を着らずに、言える、簡単に着物を着れます、帯も着らずに簡単に着られる、時短ができる本となっておりますので、ぜひご覧ください。Amazon でも購入できますので、ぜひ検索して見てみてください。それも素敵な本になっております。はい。ありがとうございます。あと、毎月、はい、はい。はい。こちら、先に行きましょうか。そしたら。あ、そうですね。ありがとうございます。はい、ゲストさんからです。はい。はい、この本の、講座ですね。講座の案内、今いただいたんですけれども。こちらの本ですね。はい、ありがとうございます。この本の講座が、毎月第4月曜日開催しております。一番近くですと1月23日の月曜日ですね、10時から8時まで開催中で、予約受付中になっております。まあ、その次は、2月27日、3月27日と、日程が続いておりますので、ぜひ、問い合わせお願いいたします。会場の方が養成の部屋ですね、東京都中央区築地 2-15-15 セントラル東銀座4105室で、こちらは、築地駅がとても近いですね。はい、参加費用は5000円となっております。はいはい、ぜひ予約受付など和装備情報局のホームページをご覧になってください。問い合わせ先の方が、連絡先担当の林芳恵さん、携帯電話の方で、はい、和装備情報局のホームページからでもご覧いただけますので、そちらの方をご覧になって、場合によってはリメイクをさせていただくこともあると思いますが、こちらの方も問い合わせいただければと思います。はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、あと私たちの我が身の会も忘れないでいただきたいんですけれども、毎月第2土曜日に同じセントラル東銀座で、はい、お勉強会をやってますので、我が身やりたいなという方はぜひお越しください。はいはい、あとはそうですね、着物で交流、毎月ご紹介させていただいてるんですが、はい、こちらは毎月最終日曜日に、はい、東京都内各地で開催をしております。 Facebook でページもございますので、そちらを確認していただきたいんですが、今月はですね、柴又で開催をする予定です。で、実は我が身隊も出張しまして、はい、我が身もやってもらえるということなので、ぜひ我が身行ってみたいなっていう方は、あと着物着たいっていう方もぜひおすすめですね。はい、無料ですから、すべて、はい、着付けからレンタルまで無料ってお得だと思いますか。すごいですよね。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。告知は以上ですかね。はい、はい、美香ちゃん、4回目の身だしなみ講座いかがでしたか。そうですね、なんか本当今まで着物、今までの講座で着るとか、綺麗に着るってやってきたんですけど、着ただけじゃね、やっぱり物足りなくて、外に出たい、どうしたらいいのかなっていう、こう立ち方から車に乗り方とか、やっぱ気になることが多かったので、とても勉強になりましたね。そうですよね、なんかやっぱり着物を着ると、はい、その所作っていう部分も気になってくるところだと思います。やっぱりそこに自信がつけば、きっとお出かけも楽しくなるはずですね。はい、そうですね、はい、まだまだ寒い日も続きますの です、ね、ぜひ防寒対策して、はい、風には気をつけてください。はい、はい、インフルエンザに気をつけてください。そうですね、私かかりました。気をつけてほしいですね。気をつけてください。治ったみたいで元気になってよかったです。本当に死んでましたけど。大変です。で、着物着ると暖かいですしね。暖かいですよ、対策すれば。そうなんですよ、はい、暖かいので、ぜひね、 手元とかね、空いてるところだけ。そうですね、かけば暖かくなる。アームウォーマーとかいいですよね。あ、ヒートテックとか。あ、ヒートテックもいいですよね。襟ぐり切ったりとかするんですよね。そうそう、ほつれないんですよ。知ってました？知らなかったんですよ。ヒートテック切ってもほつれないんですよね。いいですね。ちょっと
っとそれぜひそういう知恵を絞って着物ライフを楽しく過ごしていただけたらなと思います、はいはい、今日嬉しいです。観覧車がすごく華やか で、華やかです、ね、皆さんにもう一度こう見せてあげたい、はい、また来月も放送いたします、はい、よろしくお願いします、はい、来月は歴史です。